こんにちは。30日、本を読む。今日は、24ですから、24日目です。24日目。昨日は、このページですね。鈴木さんは病院にいました。ライオンは病院にいましたか？ライオンじゃなくて鈴木さんが病院にいました。そうです。ライオンはいませんでした。ライオンじゃなくて鈴木さんが病院にいました。じゃあ、この時ライオンは病院にいましたか？トラックの中にいましたか？その時ライオンはトラックの中にいました。そうですね。この時ライオンはトラックの中にいました。じゃあこの時ビヨンセはどこにいましたか？ビヨンセはコンビニにいました。ビヨンセはコンビニにいました。ビヨンセはコンビニで何をしていましたか？ビヨンセはコンビニでいろいろなカップラーメンを見ていました。そうですね。カップラーメン、いろいろなカップラーメンを見ていました。カップラーメンを見ていましたが、ビヨンセはライオンの表現、お医者さん、声が聞こえましたか？ビヨンセはライオンの声が聞こえました。聞こえました。ビヨンセはカップラーメンを見ていたとき、ライオンの声が聞こえましたか？はい、カップラーメンを見ていたとき、ビヨンセはライオンの声が聞こえました。そうです。カップラーメンを見ていたとき、表現、お医者さん、ライオンの声が聞こえました。ですから、ビヨンセは、東京タワーを見ましたか？コンビニの外を見ましたか？コンビニの外を見ました。道を見ました。コンビニの外を見ました。そうです。そうそう。ビヨンセはカップラーメンを見ていたとき、ライオンの声が聞こえましたから、コンビニの外を見ました。バス。トラック。あー、バナナー！キキー！何が止まりましたか？私のトラックが止まりました。そうです。トラック、ヒョゲさんのトラックが止まりました。そして、ライオンは誰の名前を呼びましたか？私の名前を呼びました。表現。そして名前を呼んだとき、どこが痛かったですか？首が痛かったです。はい、首が痛かったですから、誰の名前を呼びましたか？お医者さんを呼びました。そうですね、お医者さんを呼びました。お医者さん、誰がその声を聞きましたか？ビヨンセがその声を、聞きました。で、キキー、表現、お医者さん、バスがいますね。バスがいます。
バスはトラックにドーンぶつかりました。はい、私の大好きなトラック、うんうん、ああ私の大好きなトラックが、はい、バスはトラックにぶつかりました。あ、そっかそっか。キキー、表現、お医者さん、グキ。キキー、表現、グキ、お医者さん。鈴木さん、あ、危ない。キキー、ドーン。ぶつかりました。はい。誰のバスがトラックにぶつかりましたか？鈴木さんのバスがトラックにぶつかりました。うん。鈴木さんのバスがトラックにぶつかりました。じゃあ、鈴木さんのバスは、ビヨンセのリムジンにドン、ぶつかりましたか？いいえ、ビヨンセのリムジンは日本にありませんでした。うんうんうん、そうですね。ビヨンセのリムジンはありませんでした。ビヨンセは日本でリムジンに乗りますか？タクシーに乗りますか？バスに乗りますか？バスに乗ります。そうです。ビヨンセはバスに乗っていましたから、ビヨンセのリムジンはありませんでした。で、鈴木さんのバスは何にぶつかりましたか？バスは何に？私の大好きなトラックにぶつかりました。そうです。バスは表現さんの大好きなトラックにぶつかりました。じゃあバスは病院にぶつかりましたか？いいえ、病院、病院は遠いところにありましたから、バスは病院にぶつかりませんでした。うん、素晴らしい。病院は遠いところにありました。病院は遠いところにありましたから、バスは病院にはぶつかりませんでした。トラックにぶつかりました。バスがトラックにぶつかったとき、誰が見ていましたか？ビヨンセが見ていました。うん、そうです。ビヨンセが見ていました。バスがトラックにぶつかったとき、ビヨンセが見ていました。おばあちゃんは見ていましたか？多分おばあちゃんも見ていました。おばあちゃん、おばあちゃんは幽霊ですから、見えません。うん、私たちはおばあちゃんが見えません。うん、でも多分いつも鈴木さんを見ていますから、バスがトラックにぶつかった時もおばあちゃんは見ていましたか？
そうです。おばあちゃん、いつもは、鈴木さんを見ていました。ああ、私の大好きな鈴木正夫。そうですね。多分おばあちゃんはいつも鈴木さんを見ています。いつもいつも見ています。ビヨンセはいつもいつも鈴木さんを見ていますか？マサオ。見ていません。ビヨンセはいつも見ていません。じゃあ、何が何にぶつかったとき、ビヨンセは見ていましたか？あ、バスが、鈴木さんのバスが、私の大好きなトラック、大好きなトラックにぶつかったとき、ビヨンセは見ていました。そうですね。そうそう。鈴木さんのバスが、表現さんの大好きなトラックにぶつかったとき、ビヨンセは見ていました。そして、ビヨンセは、もしもし、ぶつかりました。トラックとバスがぶつかりました。日本語で。日本語 日本語で。病院の車。東京タワー、ビヨンセは東京タワーで、日本語は、勉強しましたか？ そうそう、そうです。実は、踊ったとき 実は、実は東京タワーで日本語を勉強しました。だから、ビヨンセは病院の車、救急車です。救急車。もしもし、救急車、お願いします。バスとトラックがぶつかりました。救急車を呼びました。ライオンに何が起きたんでしょうか？運転手の鈴木さんと表現さんに何が起きたんでしょうか？まあ、鈴木さんはね、もう知っていますけど 鈴木さんのことは知っていますけど、ライオンと表現さんに何が起きたんでしょうか？また明日です。皆さん、質問やコメントがあったら、ぜひコメント欄に書いてください。お願いします。それから、私たちは Patreon のページを作ったので、ぜひ、チェックしてください。それから、いいねとか、like? ハートとか、登録をよろしくお願いします。